聞いた話じゃ人生一家の組長この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてね。もっとも作られたのはそのほんの一部、全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。橘が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は橘さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは橘からは手引けって忠告くらいだね。